まさか恐竜院に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし恐竜院にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなってもまだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でも、もし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃあ最初は確かに辛いけど、いつか慣れる時が来る。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子すごく喜んでたよ、ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって慰めてくれてるのか。半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だからたとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロー、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん、ありがとう、リカードお姉ちゃん。どういたしまして。こちらこそ、その勇気にすごく励まされたよ。ニーローならきっと立派な冒険者になれるだろうね。それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ、討論の時子供たちを連れて応援しに行くよ。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです。前にシアターに来た方は恐竜院の人だったのですか。うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんて、どういうつもりなんだ。どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か。まあそうだな、恐竜院の命令だし。でも心配しないで、恐竜院の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか。いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだけど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ。やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか。うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせによくそんな結論を出せたもんだ。
毎日勉強ばっかで普通の生活には目もくれない。まったくだ。あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください。ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ、あいつらには知恵に序列があって身分の高低があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら、俺より芸術のことを知らないかもね。討論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ。それっていいのかな。でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも君は君の思うようにやったらいい。俺たちはみんな君の味方だから。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。考えがまとまってきたかも。シアターに戻って整理しよう。おう、イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。エイブ、イナヤお姉ちゃんを見なかった？ううん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼んだだけで普通こんなに時間がかかるか？あ、まさか旅人パイモン、私重大なミスをしちゃったかも。イナヤ、最初からここに戻るつもりがなかったんじゃないかな。え？なんだかそんな気がするの。彼女の性格からして今回の責任は全て自分にあるって思ってそうだから。自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。そっか、お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない、そう考えたんだと思う。それを避ける一番の方法がここを離れることだと思ったんじゃないかな。それでそっと出て行ったのか。そうだね、イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメイルはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ？少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないならきっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃあ早速行ってみようぜ。うん、行こう。ここに誰かいたみたい。痕跡もまだ新しい。でもこれがイナヤの残したものとは限らないんじゃないか。とにかくこの辺りを探してみよう。あ、今の聞いたか？うん、
私も聞こえた。早く確認しに行こう。ありがとう。前はここに大型の獣なんて全然いなかったのに、こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめんなさい、また迷惑かけちゃったね。どうして一人で出て行ったの？やっぱり討論で勝てないと思ったから？ううん、ただ面倒に思っただけ。私のせいで起きた問題だから、私さえ出ていけば解決するでしょう。そうだぞ、いい結果を出すためにみんな頑張ってるんだ。犠牲になっていいやつなんて一人もいないぞ。私はどうなってもいいの。シアターが無事ならそれで大丈夫。みんな私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよね。えイナヤ、たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ズバイルさんはあなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だからどんなことがあろうとも私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよ、ニーロ。私もシアターもどっちも救う方法なんてない。討論で強霊院に勝てるはずがないもの。ましてや相手が私のお父さんならなおさら。私のお父さんはとても厳格な人だから、あの人はずっと私が立派な学者になって自分の事業を継ぐことを望んでた。私も頑張ってその期待に応えようとしたの。そして私なりに最善を尽くしてきた。それでもあの人は満足しなかった。むしろお父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびに、どうしてお前はそう平凡なんだって、そう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと私だって聞きたいよ。だからお前は家出したのか？時間が経てばお父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。けどあの人は私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね、私サインを取ったの。いい成績でしょ。努力が報われてやっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作ってお父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でもお父さんを喜ばせることがあるんだよって。そっか、プレゼントを準備してた時私もうすうす感づいてたんだ。刺繍をするの初めてじゃなさそうだなって。うん、ごめん、このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて私少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは私の成績を聞いた途端いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか、どうして1位を取れなかったことを反省しないんだって言われた。あの時私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でもお母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。お母さんもお父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちはお互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。お父さんに勝てないと思う理由は、あの人はシアターがどんな場所なのか微塵も理解してないから。あの人にはシアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には仲間意識や友情なんて存在しないからね。全てが自分の思い通りになって世界が自分を中心に回ることだけを望んでいるの。私たちが大事に思っていることも
小さな居場所もあの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事がお前にかなりの影響を与えたんだな。分かったよ、リナヤ。でも私たちが討論の準備してる時にね、とても深い話を聞くことができたんだ。イナヤの参考になるかどうかはわからないけど、知ってるかな、リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。不運に見舞われたけど、彼女はそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解？家族のことで辛い思いをしてきたのはよく分かったよ。その生活から抜け出したことであなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそあなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活をそう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事はもう過ぎたことだろ。当時私が家を出たのはあのいざこざから離れるためだった。うん、これだとまた元に戻るだけになっちゃうね。あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でもそれは大したことじゃないと思うの。あなたには新しい未来があるでしょ。やっと見つけた答えをこのまま手放したらもったいないよ。そうだぞ、力を合わせればなんとかなるはずだ。そうだね、君たちの言う通り大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ以上何かを失うことがないように私は勝たないと。討論をすればシアターを守れるだけでなく、お父さんとの決着もつけることができる。その意気だぜ。行こう、討論のことお父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。うん、行こう。それじゃ今からお父さんに会ってくるから少し待ってて。うん、朗報を待ってるね。ふう、これで準備も整うはずだよ。あとは討論が始まるのを待つだけだね。なんだかまた緊張してきちゃった。でもよく言ったぞ、イナヤをうまく説得できたじゃんか。討論の時もその勢いがあればきっと楽勝だぜ。うん、元気づけてくれてありがとう、パイモン。でも当日何か嫌がらせをしてきそうな気がするの。だからもっと冷静にことに当たる必要があると思うんだ。うん、みんなを代表していることを思うと、たとえ怖くても勇気を出さないとね。あれ、まだ何かあった？なんだよその変な質問。シアターはシアターだろ？そんなの当たり前のことじゃんかよ。ちょっと待って、あなたが言いたいこと私にもわかるかも。少し時間をちょうだい。これまでの出来事を思い返してみるから。あ、そっか、わかったよ。シアターのために話を聞いて回ってた時、私たちが耳にしたのはシアターのことじゃなくて一人一人の物語だった。シアターは私たちが集まった理由であり、私たちみんなを特別な方法でつないでる。簡単に言えば絆みたいなものかな。絆？シアターはリカードお姉ちゃんに生活資金を、ガッサニさんにはインスピレーションを、グランドバザールのお客さんには
喜びを与えてる。それに稲谷には家以外の居場所を与えてくれた。シアターがみんなに恵みをもたらしてくれているから、今のように私たちは集まってる。この先もきっとたくさんの人たちがここを訪れ、シアターから恵みを受けることになるんだと思う。そしてこの温かい集まりは、私たちが受けてきた優しさをさらにたくさんの人に伝えていくの。これが公演を行う以外にズバイルシアターが存在するもう一つの重要な意義なんじゃないかな。なるほど、確かにその通りかも。それにその温かさって前に打ち上げの準備をしてた時から感じてたよな。でもオイラはまだわかんないんだけど、それって討論で何の役に立つんだ？あ、そっか。いくら相手がすごくても苦手な話題になったら弱点が出てくるはずだよな。うん、これでさらに手札を増やすことができたよ。ありがとね。オイラもだいぶ安心感が増したぜ。あとは実力勝負だな。待たせてごめん。ただいま。予想通りうまくいったよ。あまり深く考えずに討論の提案を受け入れてくれた。開催は2日後だよ。あ、なんだか笑ってるみたいだけど、何かいいことでもあったの？オイラたち、お前のお父さんに怯える必要はないって気づいたんだ。とにかく準備は全て整ったから安心して。私たちは勝ってみせる。ううん、必ず勝つよ、イナヤ。うん、信じてる。ご来場の皆さん、ようこそお越しくださいました。私は教令院の学者サフワン。本日の討論会の司会進行を務めさせていただきます。双方の発言を最大限の知恵と公正な目で判断し、妨害することなく、どちらか一方に肩入れしないことをここに誓います。討論の参加者は双方前へ。宗神様、私たちと共にこの思想上の戦いをどうか見届けてください。お前たちがどうしても説明を欲するのなら、教令院の考えを伝えよう。お前たちは教令院がシアターに対して偏見を持っていると誤解しているかもしれない。しかし教令院はスメールの国民たちにより賢い未来を選択してほしいと望んでいる。そのため国民が鑑賞する芸術は啓発的なものであり、鑑賞する価値があるものに限られるべきだ。だがズバイルシアターの公演内容にはそれに当たるものがなかった。言い換えるなら、もしお前たちが時間を無意味な抵抗に使うのではなく、どうすれば劇の質を上げられ観客たちの思想を啓発することができるか考えていれば、ズバイルシアターはこんなにも惨めな結末を迎えなかっただろう。開始早々すごい剣幕だな。圧がすごいぞ。リロ、耐えてくれよ。落ち着いて、ニーロ。彼の言ったことを冷静に分析しないと。芸術を卑下しているのではなく、私たちの劇の内容が不適切だからこのような結果になったって言ってたけど、あなたから見たら私たちの劇は教令院の基準を満たしていないかもしれないけど、それを見てどんな教えがあり啓発されるものがあるかを判断するのは観客の方だと思う。どうして教令院が判断するの？それに芸術においてどちらがより知的でどちらがより教養があるかなんて、そういうのは存在しないと思う。芸術は平等で規制のないもの。みんなが鑑賞する権利を持ってるものだよ。鑑賞を楽しむというのはあくまで低い次元での話に過ぎない。より高い次元を目指すには教えと啓発が必須条件となる。それは演者により高い要求をすると同時に芸術の発展を促すものだ。もし単純で底が浅く進歩のないものばかりであれば、人々の美的感覚も高い次元に達することはできない。
美的感覚を育むにはプロセスを踏んで進む必要がある。そのプロセスを導くことこそが強霊院の本来の目的だ。この人顔色一つ変えずに話題を変えてきた。でも幸い私も準備をしてきたから大丈夫。私の考えが正しければここではこう言うべきだよね。うちのシアターにもそれを試した人がいる。かつて彼は偉大な芸術家だったけど、彼の作品を理解できる人はごくわずかだったの。芸術が啓発を促すに値するものだってことは認める。でもそれを追求するあまり難解なものを作ってはいけない。観客の日常的な経験や感情をもとにしないと、その劇の内容は砂上の楼閣になってしまう。観客たちの見たくない劇を演じて何の意味があるの？そんなことをすれば好きでもないものを無理やり見せているだけになる。それはお前が生半可な知恵しか持たないからだ。故にそのような解釈しかできないのだろう。なら私を評価するあなたは私よりもダンスが得意なんだよね。うまいこと返したな、ニーロ。あいつ自分の仕掛けた罠にはまったぞ。消極的事実の証明困難により、シャリフが指摘するシアターの劇の質については十分な論拠がありません。同様にニーロが言及した定義も個人的な見解に過ぎないもの。よってこのテーマでは決着がつかないようですね。また双方は感情的にならないよう注意してください。頑張れニーロ、よくやれてるぞ。それではより具体的なことを言おう。事の発端はお前たちが規則を破ったことにある。つまりその罰として代価を払うべきだ。しかもそれは手続き上至極真っ当なものであり、こちらは何度もズバイルシアターに是正するよう通達してきた。だがお前たちは意図的に無視し、あまつさえ反抗をしてきた。それらが間接的に今の状況を招いている。強霊院が交付した関連する法案によれば確かにそのようですね。手続きのことならこれだよね。ズバイルさんは署名した書類を全てここに持ってきてる。手続きに不備はない上にどれも有効期間内のもののはずだよ。強霊院はシアターの公演内容が基準を満たしたものじゃないと判断してる。でも規則や制度によると基準を満たしていないからといってシアターを直接取り壊すことができるなんてどこにも書いてない。取り壊しの通知は書面で行い公示する必要があるはず。そうでない場合、有効期限内の営業許可証および公演許可証の方が優先される。これらの規定に従っていない限りそちらの手続きは正当なものとは言えないと思う。そうだそうだ、その通り。規則には特殊なケースもあり、それに過去の事例もある。強霊院で審議を行えばそれは必ずや通るだろう。過去の27件の関連事例を見ればシャリフの証言を裏付けるものは9割を占めています。しかしそれはどれも強霊院で審議し可決された後に執行されるものです。つまり取り壊しの命令を事前に出すのはいささか早急だったと言えます。今はこれで十分。少なくとも不合理だってことは証明できた。ふん、無駄な抵抗を。この点においてはニーローが優勢だな。そうだな、気を引き締めろよニーロー。たとえ取り壊しの許可が下りてなくとも強霊院の規則に何度も違反し公演を行っていたのは事実だ。この事実に基づきお前たちがスメールで公演する権利を永久に剥奪することもできる。え？現在の制度によれば確かにズバイルシアターのメンバーによる公演をすぐに禁止することができます。そんなことできるのかよ。お前たちはシアターを守りたいというより観客たちを引き止めて彼らから利益を得たいだけだろう。それを失えばズバイルシアターはただの抜け殻になる。
公演ができなければシアターに存在する価値などあるのか。私たちはあなたが言うような集まりじゃない。しまった、落ち着けニーロー。そうだ、落ち着かないと。でも彼はあと少しなのに。ズバイルシアターはみんなにとって決して劇を演じるだけの場所じゃない。私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく、私たちの居場所にもなってる。リカードお姉ちゃんは世界各地を冒険することができなくなったけど、安定した新たな生活を見つけた。彼女の子供のソリンもシアターのテストに合格して、もうすぐ私たちの一員になる。ガッサニさんはここで芸術に対する新たな解釈を得て、私たちと共にここの発展を見届けることにした。ファルハードさんやフーシャングさんはたとえ公演がなくても遊びに来て、その日あったことを話してくれる。それにイナヤもこの場所に溶け込んで新たな未来に希望を持つようになった。シアターは彼らのために存在してる。私たち一人一人のために存在してるの。お前はこのシアターで素晴らしい経験を数多くしてきたのだろう。だが残念ながら、お嬢さん、お前は誤解している。お前が先ほど言った人間関係はシアターが正常に稼働していることで成り立つものだ。シェイク・ズバイルがシアターを経営するのは生計を立てるためであり、シアターの労働者たちは定期的に給料をもらうため、そして観客は公演を鑑賞するためだ。人の情とは利害関係から生まれる副産物に過ぎない。それは温かく魅力的なものだが、その立場が逆転することは決してない。難題を解決するために集まっている学者たちと同じだ。俺たちはまるで兄弟のように親しく接し、全ての知恵を分かち合おうと最善を尽くす。しかし研究の成果が出た瞬間、俺たちは同じ会議室に集まらなくなる。その理由は単純だ。俺たちは学者であるがゆえに新たな研究をしなければならない。やっぱりこいつ人の情を軽んじてるんだ。それになんだかもともと言うことを準備してたみたいで、勢いも全然衰えてないぞ。双方の主張を見たところ、現在はシャリフの見解が優勢のようです。ニーローが言うシアターの情はいずれも公演が禁止されれば消えてしまうかもしれないもの。しかしシャリフが言及したのは教令院の一般的な研究方法です。教令院が学術において多大な貢献をしたのも、学者たちが効率よく常に優先順位に従って行動してきたおかげでもあります。どうしよう、なんだか逆効果になってるみたいだぞ。罠？ニーローがシャリフに罠を仕掛けたのか？よし、彼は予想通りの言葉を言ってくれた。次の主張は討論の勝敗を決めるものになるはず。けど本当にいいのかな。イナヤにとってこれは残酷な結末になるかもしれない。私は彼女の同意を得てる。彼女は勝ちたいと言ってくれた。そのためには全てを代価にしてもいいくらいの覚悟だった。それは私も同じ。シャリフさんは人情とは目標を遂げる際の副産物であり、目標が達成される、もしくは中止されればそれを残しておく理由もなくなると考えてる。でもあなたの期待に応えられず。お父さんの期待に応えられず最終的に家出をした私はあなたの娘じゃなくなる。そうだよね、イナヤ。ごめんニーロ、やっぱり私が言うよ。私の代わりに責任を負う必要なんてない。あなたにとって私の存在する目標があなたの学術的な成果を引き継ぐことなら、それはもう完全に失敗している。それなら親子の関係を維持する理由もなくなるんじゃないかな。
討論に関係のない観客は発言を慎んでください。いや、彼女に続けさせなさい。たとえその子が言わなくともニーローが同じことを言うだろう。けど実際はどんなに辛いことがあっても、あなたは依然として私の父親に変わりはない。あなたはただ自分の世界に浸りすぎているだけ。なぜ私たちが感情を優先して集まっているのか理解できない。そうだ、私たちを見くびらないでくれ。ダンスが見られる場所はいくらでもある。けどズバイルシアターはここにしかないんだ。こいつも哀れなやつだ。こんなバカなことを言うなんて。静粛に静粛に、観客は討論の妨害をしないでください。正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張。あなたが私を娘でないと認めれば、あなたはこの討論に勝てる。でもその前にお父さん、言いたいことがあるの。ここしばらく私はずっと反省してた。家出したことを悪く思ったからじゃなくて、この胸にある対抗心に意味がないって気づいたから。私はずっとお父さんに認めてもらいたかった。けどいつも失望させてしまっていた。家出したのも本当はこの挫折感を晴らすのが目的だったの。でもそれは私に期待するのを諦めるようお父さんに強要していたんだと思う。つまり私のしていたことはお父さんと同じだったんじゃないかな。もうお父さんに私の思いを押し付けはしない。私はズバイルシアターで理想の生活を見つけたから。私は家族のいざこざから抜け出し、新しい目標のために頑張っていくつもり。もしお父さんがシアターを何としても壊すというのなら、私はここの仲間たちと一緒に抗う。何をほうけているのですか、シャリフ。討論はまだ続いていますよ。彼らは今お前の友人なのか。それは俺たちに聞くべきことだと思うが。うん、もちろん。イナヤ姉ちゃんはとてもいい友達だよ。多少手間がかかりもしたが。うん、当然だよ。ズバイルシアターにいる限り彼女は私たちの一員で、私たちはずっと彼女のそばにいる。ふん、稚拙で単純だ。だが、ほっとした。え、シャリフ、どうしたのですか。まあいいでしょう。あの人たち行っちゃった。それってつまり私たちが勝ったってこと。僕たち勝ったのか。ニーロ、お前すごいぞ。ごめん、力が抜けちゃって立っていられなそう。彼にとってイナヤは今も重要な存在ってことだよね。よくやったニーロ、イナヤ。これで彼らはもう二度とちょっかいを出してこないはずだ。こうも強い意志を持った一面があるなんてね。君たちのことより一層見直したよ。でも本当に疲れちゃった。もう二度とこんなことしたくないかも。ニーロ姉ちゃん、イナヤ姉ちゃん、とってもかっこよかったよ。打ち上げをもう一回開くべきかもね。来てくれたんだ。うん、だいぶ落ち着いたよ。でもあの時のことを思い返すたび不思議な感覚に陥るんだ。もう一度やったらあんな風に言葉が出てこないと思う。うん、今回は本当にありがとう。なるほど、
私とシアターの物語が聞きたいんだね。それを話すには前にズバイルさんが言ってた私の先生のことから話さないとね。私がまだ幼かった頃にズバイルさんはこのシアターの経営を始めたの。当時すごく綺麗なお姉さんがここで踊っていてね、その姿に一瞬で目を奪われたんだ。すごい才能の持ち主で、きっと神様の恩恵を受けたんだろうなって思った。でもね、彼女は笑いながらその逆だって言ったの。ね、ダンスは労働から生まれた芸術だから、天から授かったものじゃなくて最初から人間の手にあったものなんだって。ダンスは人の生活から生まれた美しいものであり、楽しいことやお祝い事があるたびに人々は踊る。つまり安心して踊れる場所には自然と人の小さな幸せがあるってこと。だから彼女が求めていたのは花束や拍手じゃなかった。ただ観客の笑顔を見たい、それだけだったの。そう、ガッサニさんの見解と一致してるんだ。私その話に感動したの。それで彼女の元でダンスを習うようになったんだ。その後は彼女の代わりにここで踊るようになってね。先生が引退する前に教えてくれたことがあるの。どんな時だろうとダンスが人々にとってどんな意義を持つのか忘れないでって。だからね、私とズバイルさんは最初から教練員の命令に従う気なんてなかった。最後は大きな問題になっちゃったけど、何事もなく解決したからよかったよ。うん、でも少し心残りがあるんだ。そう、彼女は父親と対立しないことを決めたけど、最後まで有意義なコミュニケーションが取れなかった。それにシャリフさんが離れる前、複雑な表情をしてたんだ。きっと言いたいことがたくさんあったけど何も言えなかったんだと思う。もしかしたらこれから先も言う機会がないかもしれない。うん、でもいい方向に変わってくれることを私は願ってる。期待を抱くのは悪いことではないでしょ。これからもまたパイモンと一緒に私たちの公演を見に来てね。今度はイナヤが舞台で踊っている姿を見られるかもよ。紹介するね。この子はイナヤ。こんにちは。今後は彼女も素敵なダンスを披露してくれるから、イナヤのこと応援してあげてね。イナヤが舞台に上がってるぞ。あいつが踊る姿ってどんな感じだろうな。よく考えてみると、こんな風に丸く収まるまで本当に苦労したよな。ニーローの努力、みんなの知恵、イナヤの決心。あ、どういうことだ。そう言われてみると確かにそうだな。シアターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はニーローたちが踊るのを禁じることだってできた。もしその気になれば、たとえ圧勝はできなくても共倒れを狙うのは可能だったんだよな。ま、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。おい待った、見ろよ、
噂をすれば影だぞ。あれってイナヤのお父さんだよな。ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな、様子を見に来た。イナヤに会いに来たんだよな。いや、どのような講演をしているか見に来ただけだ。あの子の邪魔をする気はない。ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教令院のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公園を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。イナヤもあの子のそばにいればより成長するだろう。当たり前だ。この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、イナヤに会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから、うん、二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、イナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい。かまわん、別に気にするな。ちゃんと話し合おう、お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私が急いでイナヤを引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら仲直りできるかな。どうだろう、二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解はそう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取ってくれるかな。これってズバイルシアターか。すごいぞ。成功だし完成度も高い。私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めてなんだ。ズバイルさんとカッサニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからも
いろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったらいつでも歓迎するからね。おう、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ受け取って。これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。